では斉藤藤健君佐藤会長ありがとうございます、えー、海外調査を踏まえての自由討議ということでありますので、私からはあ教育に関して行われました、ドイツにおける直近の基本法改正につきまして、えー、感じることを申し上げたいと思っています。えー、先日のご報告やご発言の中で、まあ、ドイツでは63回もの基本法改正が行われていること。 まあそしてえそれだけ多くの改正が行われた背景というものには、まず第一に与野党間の妥協に代表されるまあ政治のあり方、足して2であるというよりも、足して倍にするような妥協のあり方でありましたけれども、そういったものが一つ、それがもう一つの背景といたしましては、連邦制における連邦と州の関係というものが挙げられて、63回の改正のほとんどは、 まあ連邦制から来る連邦と州の権限配分の見直しなどの技術的な改正であったと、まあ、こういうお話がございました。直近の63回目の基本法改正につきましても、デジタル教育を含む教育インフラの向上のために、連邦から州への財政支援を可能にすると、そういう内容であったということで、 まあ、いわばドイツが連邦制を取っているがために必要となった改正でありまして、まあ、我が国では予算措置で実現可能ではないか、そういうご指摘もあったところでございます。まあ、ドイツにおける教育行政、デジタル教育などについて調べてみますと、まあ、ドイツでは2006年の連邦制度改革により、地方文献の徹底がです、ね、図られることになりまして、 教育分野における連邦政府による財政的な関与が弱まったということがございました。で、その結果として、ドイツ各州で教育格差が想定以上に広がりまして、学校のデジタル環境にも大きな差が出ていると、まあ、そういう見方もあるようでございます。また近年、IT 技術ですとか ICT 技術の進展を背景といたしまして、 それらを活用したデジタル教育というものが諸外国で取り入れられるようになってきていると、でデジタル教育には単にあの知識やです、ね、技能を習得するということだけではありませんで、えー、児童の思考力ですとか、判断力ですとか、表現力の育成、あるいは主体的に学習に取り組む態度の寛容といった、そういった教育の質の向上、効率化も大いに期待されるところで、私は非常に重要な、 テーマだと思っておりますでドイツにおける今般の基本法改正はです、ね、このような各州での教育格差を是正するとともに、デジタル教育のためのインフラを、これを強化していくことによってです、ね、子どもたちに良質な教育環境の提供を目指すというものでありまして、確かに基本法の改正内容そのものは、連邦と州の役割分担を見直すという、 技術的な改正に見えるかもしれませんけれども、その背景をよく見てみますと、ドイツという国家レベルにおける教育の理想像をですね、いかに実現していくかということが、改正の背景に私は、えー、厳然と存在しているんじゃないかというふうに思っています。翻、まあ、って我が国を見てみますと、えー、直面する少子高齢化ですとか、グローバル化。 もっと言えばあの生産年齢の急速な人口などに対応していくためには、まあ、ICT 技術などを活用して教育の質の充実というものをです、ね、図っていくことが非常に重要な課題だと思っております、えー、つまり国家100年の経営であります教育の重要性ということにつきましてです、ね、国民全体が意識をしっかり共有していくということが今後の日本にとって 不可欠ではないかと考えております。一方、我が国の憲法におきましては、教育を受ける権利、あるいは無償の義務教育について、まあ、こういったことは規定をされているわけでありますけれども、教育の重要性を謳う理念のようなもの、こういったものは書かれておりません。我が国は資源も食料もエネルギーも、 まあ輸入に頼らなくちゃいけない資源小国でありますが、唯一の資源が人材ということでありますので、そういった我が国の国の在り方を考えてみますと、ドイツにおいてですね、教育の理想像を実現するような改正がなされたということは、まさに参考になることではないかなというふうに強く感じた次第でえあります。国の根本放棄にですね 我が国の場合、特に、このようなことがなくていいのかという思いをですね。まあ、強くしたという私の感想を申し上げまして、意見させていただきます。ちょっと短かったかもしれませんが、以上です。ありがとうございます。えー、次に。